ミネソタ州会議事堂ミネソタ州会議事堂はアメリカ合衆国ミネソタ州の州都セントポールに立地する同州議会の議事堂ミネソタ州議会の上下両院の議場司法長官室州知事室を備えるミネソタ州最高裁判所の法廷も有しているがほとんどの裁判は隣接するミネソタ司法センターで行われている議事堂のルネサンス町の建物は カスギルバートの設計によるもので、バチカンのサン・ペートロ大聖堂をモデルとしている。最上部には、支柱のない大理石像のドームが覆いかぶさっている。支柱なしの大理石のドームを有する建物は、このミネソタ州会域自動を含め、世界に4から5棟しかないと考えられている。建設は1896年に始まり、1905年に完成するまで10年の歳月を要した。 現存する、議事堂は3番目の建物である。最初の建物は1881年に火災で消失し、2番目の建物は1883年に完成したが、すでに手狭になっていた。議事堂のドームとクアドリガの彫刻議事堂の南入り口の真上にあたるドームの前には、ザ・プログレス・オブ・ザ・ステートと呼ばれる、クアドリガが飾られている。このクアドリガは2名の彫刻家。 ダニエル・チェスター・フレンチとエドワード・クラーク・ポッターによる作品である。彫刻は、議事堂の完成した翌年、1906年に完成し、屋根のドームの前に飾られた。1994年から翌1995年にかけて彫刻の金箔を張り替えるなどの修復がなされた。また、大理石のドームを飾る球体にも、同様の修復作業が行われた。 ミケランジェロによるサンピエトロ大聖堂のドーム以降に作られたドームはおよそ比べられるものであるがギルバートの設計したドームはミケランジェロに対する敬意の表明としてサンピエトロ大聖堂のドームによく似せたものでありながらいくつかの相違点があった元々の設計ではギルバートはより広い壁体を用いより大きいドームを作る予定であった小さいドームは 小さすぎるという批判を浴びる恐れがあったからである。しかし実際にはミネソタ集会議事堂のドームはサンピエトロ大聖堂のドームよりも小さく簡素化された設計になっていた。例えば上部のランタンを囲む円柱は2本ではなく1本になっていた。ドームの梁はサンピエトロ大聖堂のものほどはっきりとはしていないが、それでも視覚的に明らかであった。ギルバートは サンピエトロ大聖堂のドームが不安定に近かったことを知っていた。サンピエトロ大聖堂のドームは壊れ強化される必要があった。議事堂を建てるこのプロジェクトにおいて、ギルバートを補佐した技術者、ガンバルドオースは、まず鉄製の強化体の中にレンガ作りのドームを作った。ついでギルバートは円柱を取り囲む針を組みにし、そこに大理石を被せた。 サンピエトロ大聖堂とこのミネソタ集会議事堂の他には大理石像のドームはインドアグラのタージマハルとロードアイランド州の州都プロビデンスのロードアイランド集会議事堂にある。議事堂の脇に立つバイキングの像この場には不適切であると思われた外線門のデザインに似ないようドーム直下の入り口は3連にする必要があった。同様に議事堂がミネソタ州民に対し 攻撃的な姿にならないよう、ギルバートは、いかなる宮殿にも似せないように設計した。しかし、ギルバートは、地元ミネソタ州産の石ではなく、ジョージア州産の石を使ったことで奮闘を買った。そこでギルバートは、建物の基礎や内装に、ミネソタ州産の様々な石を使うという妥協策を、取った。完成後、議事堂の出来栄えは、外装。 内装ともに高く評価され、ギルバートの元には、ウェストバージニア州やアーカンソー州など、他州の集会議事堂や、その他有名な建物の設計依頼が数多く寄せられた。ミネソタ集会議事堂の建設には、当時の貨幣価値で450万ドルを要した。議事堂は1905年1月2日にその門戸を、公に開いた。現在の貨幣価値ではこの議事堂は、 およそ4億ドル相当であると推定されている。2005年に行われた築100周年記念式典の一環として政治家たちは6、500万ドルの回収費用に充てる寄付への支持が得られることを望んだ。ミネソタ州会議児童は1972年に国家歴史登録罪に指定された。ありがとうございます。